マコナコです。80話やっていきましょう。これ味方たくさんいるね。ちょっと早く仲間にしたいんだけれども、ウイングダイバーを特に今回リバースシューターとアサルトライフルでやっています。前の方にいる部隊、あれ仲間にできるんでね、もう戦ってるっぽいな。早い。合流できたかな。あともう一部隊前の方にいるんでね、アリが来てる。前の方の部隊どこ行った。あれどこだ味方部隊。こんなところでまだ使うわけにいかんでしょ、リバースシューター。あれここら辺回復アイテムあったと思ったけど、よし、向こうかなんか、向こうすごい大量に味方じゃなかった、敵がいるんで、こっちが味方がいると思いたい。あれ味方どこだ。あれ今回復取れてなかった。危ない、遅かった。リバースシューター、武器の切り替えが遅かった。どうするかな、これ最初は前の方を助けること優先して、その後後ろに下がるのもいいのかもしれない。最初、無理か、ちょっとこれ無理だな。フェンサーか、もうどうでもいいか。フェンサーは戦闘開始は待ってほしかった。こっち側はなんだろうな、ここら辺は。レンジャーだな。ウィングダイバーだけを仲間にしてからこのレンジャー救いに行くというのも良いかもしれない。頼むぞ私の後ろ。あれ誰もいなかった。あとなんだろうな、今の段階ですごく遠くに連れてかれ、そっかドラゴンか。何体かは諦めないとダメかな、前の3部隊ぐらいは。どこだ、ウィングダイバーどこだ。ウィングダイバーこっち側なんでね、ウィングダイバーとあそこか。フェンサーは多分間に合うと思うんだよね。ちょっと邪魔、フェンサーは間に合うと思うので、耐久面でね耐えられると思うんで、ちょっとこっち側優先していこうか。どこだ。わあ、ミサイル撃ちたいなこれ。見つかった。ここら辺、まあダメだな、結構倒されてるな。でこの隙に、なんとかなりそうか。あそこら辺の黄色い人も救いたいけど、ちょっとこっち側あんまりゆっくりしてちゃいけないんじゃないか。いやーここも危ない。だからこれでほぼほぼ一服だと思うんでね、上の方の部隊はそこまで上に敵がいかないから、多分周囲守りきれるんじゃないか。でこれどこかのタイミングで、今リバースシューターと武器間違えたな。この段階で上行きたい気もするけど、だからどうせどっかでね引っかかる可能性があるから、あんまり上行けないような気がする。落ち着いた。で落ち着いてこれ終わるのかな、ここで。あれぐらいは頑張ってもらいたいな。でこの間に自分が上行った、なんか倒されてるぞ。うわー、一人倒された。何やってるんだ。あれここら辺さらにもう一部隊出てんのかな、なんか変なところに味方がいるんでね、一体倒されないでいてくれるんであれば助かる。
まずここ一つ、ちょっと待って、ちょここもう一人、多分これで全部取れてるはず。あーなんか倒しちゃったな、全部。なんかまた来るんじゃないこの段階で。そりゃそうだわな。でさらにこれ下降りてる部隊がいるんだけど、あの部隊なんだろうな。いやここか、これだな。雲が来るね。いや今回はなんか上行くね。黄赤赤赤赤、倒しきってるか。倒しきってなさそうだな。まだ勝った。そしてクモもいるので回復アイテム取りたいな。味方向こう側の方にいるのが今クモうまく引きつけてるんだけど、それら助けらんないか。もう全部あったな。そう、あってどうだどうだ。あ、なんかここら辺のフェンサー部隊がはぐれてる。ドラゴン囚われたのを救えなかった。これね、もう一個上のアサルトだったらもうちょっと楽なんだこのとか考えちゃうけどね。あれは助けたい。あれウィングダイバーでしょ。ダメだ、もう届かない。回復取ることで多少なりとも味方を生かしたい。さて、うん、助かったっぽいな今のウイングダイバー。前の方行った方がいいのかどうかが分からんけど、はあ、あーなんか徐々に下ろされてるな。このビーム強いよね。なんかこの崖を沿うように敵を追っていくんで。リバッシュはあとわずか。赤が最後残ってるな。まだ届いてない射程が。あ、終わってない。終わったかと思ったけど、倒した。回復アイテムは出てない。まあ終わってないだわな、そらな。こっち側、下の敵はなんだ。下の敵は確認できない。だから全部こっち側なんで下がりながらやっていけば。全部は助けられてないな。赤赤赤赤、了解。これで終わりかな今回。ならばまあなんとかなりそうなんだけど、リバースシューター全部使っていいかどうか読めなくなるからね。終わるかどうかが分かんないと。わあ、自分がよかったよかった。赤だったら終わってた。間に合ってなかったな今助けるのが。赤あり、硬いのがまたやってきたね。撃ってるぞ撃ってるぞ俺。なんだ今のは。よくわからん間があったな。どうするかなこれ。アサルトライフル次来るまで待つという手もあるんだけど、じゃあ行きましょうか。もう一回やっぱりここら辺仲間にしてからの方がいいような気がする。ここら辺本当にね
もうちょっと前に配置してくれてもいいんだろうけれども、どこかが救えない。あー、ミサイル、ミサイルはないか。さすがにミサイル使いたいな。うん、ウイングダイバーが今仲間に加わった。前の方も殲滅されてるの、ひょっとして。熱いんだけど、こっちが下降りてフェンサー隊を救いたい。あー、ほとんどなかった耐久が。どうすりゃいいんだろうな。初手ミサイルは面白いんだけど、所詮それ最初だけなんでね。それで助けられるのって、その後がもうどう考えても無理になるんで。F100 待ちかなこれ。そして回復アイテムが見当たんない。どうなんだろうな、 AF8 とか、8じゃないよ、 AF100 とか手に入りやすいのかな。なんかそうしたものがあるのかどうかよく分かってないんでね。確率が後々の武器だと低いとか高いとかね。あと1体味方に任せて少しでも回復取りましょう。で、下は行かずにもう上の方で待ち構える方がいいように思う。味方使うか。あー、赤が見えた。目の前当たったかな今。ああ、早い、今のは早すぎる。ちょっと AF100 待とうと思います。ここのままでやってると時間が結構かかってしまいそうなんで、いけそうではあるんだけどね。最初どうやって仲間にするか考えれば。では AF100 手に入れてきましたので、これでやりましょう。そうだったそうだった。これどうなってんだっけかな。もうすごい久しぶりで、アーマーの値もね400近くまで上がってるんでね。あれ、これどうすればいいんだっけかな。ここら辺もう一人誰かいたよね。次は何を倒せばいいんだ。敵が来るぞ。なんで移動した今で。他ウィングダイバーもいるっぽいので、これ最初に前行くんだっけかな。ちょっともうほとんどね久しぶりなんで覚えてないっていう。これ届くんだよね、この遠くから撃っててもね。ウィングダイバー仲間になった。あとこっちが救いつついけたらといったところ。救えそうだね。救えてるか、大丈夫か。ああ、耐久厳しい。助けられなかった。まあそれでも結構生き延びてるんじゃないかな、以前と比べて。どうなんだろう。だが回復ちょっと出てないかな。もちろんリバースシューター使ってもいいんだけど、そんなにみんなが固まってるわけじゃないから、ならば回復アイテム取っていった方が良い。上の方のフェンサーは単純に移動が間に合ってないのか。回復がないね。
倒した後どうなんだろう。おっとここに回復ロードが、回復の道がこんなにも。さてこれで終わってどうなんだ。普通に増援か。もう武器ボックス多分持ってってもね、何も新しい武器手に入らないと思うんで、ここら辺は自分が上の方やってくるのを打ってその後味方がと思ってんだけど、全然上の方の敵を倒せてないのと、赤がいる、赤優先だな自分は。硬い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 、まあしょうがない、なんとか倒した。赤他は、あー熊もいんの、気をつけないと。これも赤、僕は任せられてるから結構倒れてるんだよね味方。自分の赤に意識集中してる間に味方がやられてしまっている。どう、あれこれひょっとしてウィングダイバーしかいなくなったっていうパターン、辛いぞこれは。雲が厳しい、まあ、それでもまだ多少なりでもいるか味方。結構倒されたけど雲だな自分やるのは。あと赤、押し切れないか。うん間に合った。なんか来てるね。どんなもんだ。全部倒してしまうと回復取る余裕がなくなるから少し残しておこう。あと赤も倒せてるのかどうかが分かってない。あーと今残ってる人は軒並み耐久は十分。結構減らされたな。終わんないよねこれで。終わんないかさすがに。これで終わるのかな。まだ届いてない、全然当たってない、そして後ろ見えなくなっている。うん回復が見えた。これは即座に今味方倒されたのか。なんでこんなに一気に、あ墓か、辛いなこの武器も。とはいえ他に、あと初動は少し失敗したような気がする。マジミサイルで撃ちながらなんとかしようと思ったけど、うん、全然届いてないんだよね。これは上は置きっぱなしでもいいのかな、後々迎えに行くような感じで。さあてこれでどれぐらい救えるか。もしかも前の方任せて自分は後ろからこれ撃ってるって。でも今回リバースシューターないんでそのあたりどうなるか。この方向なんとかすぐ行きましょう。自分が降りていいのかどうか。どこだどこだ、どっかにフェンサーいるはずなんだけどフェンサーの場所が分かんない。フェンサーはどこ行った、もういなくなってるのか、それともなんだよね。あーまあミサイル楽だな。となるとミサイルとリバースシューターって手もあるのかもしれない。
うん、フェンサー、下の方のフェンサーもいないっぽい。油断すると死ぬぞ。ここで迎え撃ちたい気もするけど、あ、いるね、あれ。あ、ちょっとあれ、仲間にするために下降りたら、これどこにいた人なんだろうな、もう一個のこれは。あー、今のは自爆か。これを救うために下に降りてきたのは本当に良かったのかどうか。さてどんなもんだろうか。どう考えても無理か。素直に AF100 で撃った方が早いような気がする。まあとはいえミサイルもちょっと使ってみたいんで。ダメだ、初動だな。初動をどうするか、それにかかってるような気がする。最初に前に突っ込むか。さてまずここ、あとこの左奥の方にも味方いるのか。これフェンサー仲間にするか向こうが助けに行くか、そういう問題になってる気がする。こっちが助けに行ってみましょうか。フェンサーの方は今の段階だと大丈夫なのかな。こっち側を先に救いに行けば。ここら辺ちょっと一掃して、味方どこだ、味方どこだ、仲間なってるか、これなってないな。どこだリーダーは。リーダーが見当たらない。嘘、ここで下に落ちるなんてないよ、それは。なんだそりゃ。もうどうにもならんか、これ。ウィングダイバー来てくれるんだろうけど、レンジャーが仲間になってないのはなんでだろうな。あの辺りにいるはずなんだけど。で結局こうなってしまったことによってどうにもなってないっていうね。なんとか強引に登ってきたけど。了解。うん、ここのフェンサーは生き延びてるね。まず最初の段階で左奥のレンジャーを使い、あ、またなんかまたこの人自分の目の前で倒されたな。レンジャーはもういないよね、さすがにね。でこのまま上登っていくか。さっきのミスさえなければ問題なくなんかいけそうな感じだね。ここからだな。見えてないんでね。ここら辺で迎えると、上ほとんど当たってないか。あとは他が何来るかだかな。確認しないと一旦。ドラゴン以外にも何か来ていたはずなんで。あ、なんでリバースシューター連射してたの。もう嫌になるな、こういうミスが。切り替えたつもりだったけどな、切り替えられてなかったか。あ、自分が噛まれてる。回復拾ってきましょう。うわー、なんでこんな食らってんの。うわー、リバースシューター連射のミスを痛かった。まあでも最初の方のミスがなければなんとでもなりそう。うん、これも倒した。あと1体はあの雲、これ誰も届いてないんでね、射撃がね。もうようやくウィングダイバーが届いた。これでいけるのかどうか。それでも下から来る敵は抑えられるのかな、ある程度。そう考えれば多少は楽。
上ばっか向いてるわけにはいかんか。自分が噛まれてる。まだまだ、なんか一気に食らうな。また噛まれてる。あと1回使うかどうか。早いなこれ、クモやってくんの。間に合ったけれどももうないはず。回復アイテム探してんだけど見当たんないね。あかりか、なんかいいところに飛ばしてくれればよかったんだけど、ダメだ、どうにもなっとらん。こればかりはどうにもならん。 AF100 だけじゃなんともならんな。レンジャー1、了解。レンジャー2、了解。ウィングダイバー3、了解。プレッサー4、了解。プレッサー5、戦闘開始。はっ。うわぁ、我が部隊は君の知ってる。了解。我が分隊は君の指揮を敵を確認した。我が班も投降します。それがいい感じだった。キーディWe'll be right back.
こっちへ行きます。
空軍がブレインへの攻撃を行いました。しかし、アースイーターの攻撃を受けて攻撃部隊は全滅です。空がダメなら地上からだ。ということで無事クリアできました。ここもちょっとね、実況放棄しないと辛いなとかね思いながらやってたんで、まあ、武器は何も手に入らずということで、 AF100 が手に入ったことによってなんとかクリアができています。まだまだね、あといくつか AF100 があることによってねクリアできるんじゃないかということで、やってないシナリオもマップもありますんで、ぜひまたそちらの方もやっていきたいと思います。ではでは。